し合い殺し合い。いいのか。敵が来たよね。ようやく到着か。どうだ。どうぞ。素晴らしい結果です。ほら、敵発見だ、スナイパーか。はい、到着っと。敵発見だ。ありがとうございます。グレネード投てき、グレネード投てき、最高です。さすが、素晴らしい結果です。敵発見だ。トレジャーボックスじゃない。クリティカルです。さすが、素晴らしい結果です。使うわ。敵がいます。この調子で行きましょう。エム、助けます。かかってきなさい。狙われてるみたい。ほら、こっちよ。手応えありです。くらいなさい。助けに。このテレビの中にこいつが。最高です。厳しくなってきた。ひと封印、助けます。倒しました。なかなかね。手応えありです。手応えありです。アファシス、感謝を。私のフォローが遅かったのです。ひと封印、恐縮です。この調子でいきましょう。かかってきなさい。手応えありです。アロー、ありがとう。なのは同じです。トレジャーボックスだな。注意しろ。行かせてもらいます。首使って。
余裕だな。こいつなら投げるわよ。まだまだね。うん、ありがとうです。くらいなさい。倒しました。どうだ。まだまだね。行くぞ。こっちよ。アファシス、カンション。やるじゃない。嬉しいのです。見てください。ひとみなさい。くらいなさい。すごいのです。勝った。で、どうでしょう。やるじゃない。ひとふうい、力になれてよかった。あら、トレジャーボックスじゃない。やります。ふっ、やっ。するね。待て。この程度。敵がいます。面倒な奴がいるわね。手応えありです。やるな。こんなもんじゃないわ。手応えありです。素晴らしい戦闘でしたね。敵発見だ。敵発見だ。この程度ですか。アファシス、感謝を。グレネードだ。余裕だね。行け。この程度か。厳しくなる。アファシス、助けて。よし。やるじゃないか。敵もよく頑張っていましたね。こっちよ。素晴らしいです。姉ちゃん、ありがとう。どうだ。頑張ります。で、どうでしょう。ふっ、やっ。さてと、いや、敵発見だ。この程度ですか。かかってきなさい。こいつなら。くらいなさい。押さえた。なかなかね。ひと封印、ありがとうございます。この調子でいきましょう。敵がいます。近づくな。この程度ですか。この程度ですか。やりましたね。さすが。
ス。まだまだね。すごいのです。ほら、ほら。ピザ。そろそろ危険だ。素晴らしい結果です。ありがとう。もう少し頑張りましょう。それ。レイちゃん、ありがとう。応援してますよ。決めます。どうだ。これなら。サポートする。こっちを押します。最高です。助かる。レイちゃん。どうもどうも。やるな。ありがとうです。アファシス、感謝を。注意しろ。アファシス、感謝を。かかってきなさい。まだまだね。やるじゃないか。さすが。行くぞ。敵がいます。この程度ですか？どうだ？まだまだね。近づくな。すごいのです。投げるわよ。準備は整いました。やるじゃない。ひと封印、決めます。力になれてよかった。やるじゃないか。まだまだね。さすが。この間も手応えありです。クリティカルです。やるじゃないか。素晴らしい結果です。おととい仕上がれです。やりました。トレジャーボックスです。あら、トレジャーボックスじゃない。エネミーを発見。むやみに近づかぬよう。エム助けます。これなのです。ドフーイ助けます。アファシス、ありがとうございます。この程度ですか？やるじゃないか。回復をお願いします。仕分け。この程度か。私のフォローしてます。助けてください。いや、カンちゃん、ありがとうです。アファシス、感謝を。助けてください。任せてください。まだまだね。手応えありです。手応えありです。いいわね。素晴らしい結果です。はい。アファシス、
感謝は回復します。いいもの見つけたじゃない。使います。
げ。来るぞ、警戒しろ。感謝を。なかなかね。ハトフン、激しいのです。手応えありです。ごめんね。まだまだね。これでカードキーはかなり集まったけど、さすがに疲れちゃったわ。攻略としてはかなりいいペースだと思うよ。ここまで来たらさすがに追いつかれないんじゃないかな。そろそろボス戦のことも考えておかないとな。装備に見直しをかけておいた方がいいかな。あ、私弾薬を補充したいわ。私もそろそろアイテムを整頓したいわ。リーダー、どうする？マスターはこう言ってます。では一度町に戻りましょう。休息も大事な作戦ですよ。くらいなさい。こっちよ。まだまだね。やるな。どうもどうも。決める。私もレベルアップしましたよ。レイちゃん、レベルアップです。また一つ強くなれたわ。レベルアップか。ねえ、どこかでお茶でもしない？今日はずっと砂漠で狩りをしていたから疲れちゃった。賛成。いつものお店にでも行きましょうか。冷たいものが飲めればどこでもオアシスだよ。確かにオアシスにでも飛び込みたい気分だ。ずいぶん混んでいるな。珍しい。中央のモニター見て。あれ MMO ストリームじゃない？ほら、人気の VR ゲームの紹介や攻略情報を特集しているネット番組だよ。気持ちがいいくらい調子に乗っているね。 AGI 型最強論を唱えていたのはゼクシードじゃないか。流行に踊らされる方がおバカさんだわ。いつきもその口じゃないの？やだな。僕は自分の判断を他人に委ねたりなんかしないよ。まあ流行は大事な情報だとは思うからうまく利用するつもりでいるけどね。誰かさんって誰のことかしら？そりゃ目の前の、なんだあいつは。
ゼクシード、偽りの勝利者よ。今こそ真なる力による裁きを受けるがいい。なんだあいつ。痛いね。ゼクシードにムカつく気持ちはわかるけどよ。これが本当の力、本当の強さだ。愚か者どもよ、この名を恐怖と共に刻め。俺とこの銃の名はデスガンだ。え、なんで？何が起きたの？ゼクシードは緊急ログアウトしたみたいだけど、あの苦しそうな表情おかしいわ。それにさっきの変な拳銃使い、デスガンだっけ？あいつは一体って、あれ、どこに行ったんだろう。それに樹さんもいない。部活でしたわ。みんながゼクシードに気を取られているうちに姿を消したみたいね。まさか、システム的にありえない。ここは GGO、 あのソードアートオンラインではないのよ。そうだよね、何かの演出かトラブルだよね。そもそも MMO ストリームは GGO 内の番組じゃないの。独立した VR 空間で撮っている番組を中継しているんだもの。弾丸がモニターを越えて別の VR 空間に行く？そんなことは絶対にありえない。でもタイミングが良すぎるな。それとチェリスカ君な、猫なんてどこにいるのかしら。そう、デスガンとやらを追跡しようと思ったんだけどね、外に出たら影も形もない。アバター名もプライバシー機能で隠していたし、計画的な行動のようだな。タッチの悪いいたずらね。運営に報告しちゃおうかしら。いたずらね。少なくとも彼の呪詛は本気のように聞こえたけどな。なんてね。まあトッププレイヤーへのひがみだろう。怖い怖い。そんなの行かなくていいわよ。あんたって付き合い良すぎなんだから。そうね。でもバザルとジョーならいつまでも待っていると思うわ。あり得る。バザルト君の美点であり多大な欠点は非常にしつこいところだからね。マスター、ジョーはそんなに悪い人ではないのです。優しいわね、レイちゃんは。さっさと片付けるなら手伝うわよ。では行くときは私も連れて行ってください。僕も見に行こうかな。面白そうだし。キリトさんたちも行きたがるんじゃないかしら。あら、そうしたらお弁当を持っていかないと。お弁当は素敵です。マスター、みんなで遊びに行きましょう。